こんにちは、エバトタケシです。今回は、親や学校の先生に教えられたことはすべて忘れて、自分の好き嫌いに従って価値観を作り直すというテーマでお話ししていきたいと思います。私たちはもともと何々するべき、何々してはいけない、何々した方がいいという信じる心を持って生まれてきたわけではありません。生まれたばかりの赤ちゃんはただ快不快の感情に従ってゲラゲラ笑ったりギャーギャー泣き叫んだりします。私たちは成長するにつれてだんだんとこれは正しいことだ、これは間違っていることだと学んでいきます。そしてこうするのが正しいからこうするべきだ、こうするのは間違いだからこうしてはいけないという思いに従って行動して自分の思い通りの結果を得るという体験を繰り返すことで、こういう時はこうするべきだ、こういうことをしてはいけない、こうした方がいいと強く信じるようになります。そのような固く信じる心のことを信念と言います。そして私たちはこれは正しい、これは間違っているという信念に従って行動をするようになります。私たちは初めの人生のほとんどの時間を家庭と学校という環境の中で過ごします。なので子供はまず家族の人たちや学校の人たちとうまくやっていくための信念を身につけていきます。親の言うことを聞くと親が喜ぶから親の言うことを聞いた方がいい、授業中に歩き回ると先生に怒られるから退屈になっても席から離れてはいけないなどと学んでいきます。子供の時、親から褒められるためにはこうするべきだ、先生から怒られないためにはこうした方がいいと学んでいくことで、他人が自分を評価するということが当たり前になってきます。じっと席に座っているという体験を繰り返すことで、退屈になっても自分から楽しいことを探しに行かないということが当たり前になってきます。それらのことを当たり前と感じられるようになることで、子供は家庭や学校という環境の中でうまく生きていくことができるようになります。私たちが子供の時に身につけた信念は、子供の時の自分が生き延びるための知恵です。大人になった私たちが幸せに生きていくためには、子供の時に身につけた信念は邪魔になります。大人になるというのは自立して生きるということです。なので、大人になると子供の時のように、よく一人でできましたね、よく頑張りましたね、と褒められることはありません。毎日生き延びることができているというのはすごいことなのに、大人になれば、それを他人から褒められることはなくなります。なので、自分で自分を褒めるしかありません。大人になった私たちは、自分を評価するのを自分に設定する必要があります。それができていないと、他人から褒められたいのに褒められないと苦しむことが多くなります。大人になった私たちは、自分の機嫌を取るのを自分に設定する必要があります。それができていないと、あいつがダメだからいけないんだ、あいつのせいでやる気が出ないんだとイライラすることが多くなります。また、退屈に耐えてじっとしていて褒められるのは子供の時だけです。大人になった私たちは、黙って何もしないでいても、偉いですね、お利口さんですね、と他人から褒められて嬉しくなることはありません。なので、退屈になったら自分で何か楽しいことを探しに行かなくてはいけません。大人になった私たちは、自分を楽しませるために自分で行動を起こす必要があります。それができていないと、あいつがいるから毎日がつまらないんだ、あいつが俺の人生をむちゃくちゃにしたんだと楽しくないことを考えることに貴重な生命時間を費やすようになります。私たちが学校で学ぶのは時間を守る、上の人の言うことを聞く、空気を乱さないために自分の意見は控えるなどといった優秀な社員になるための教育です。そして多くの親はそのような
優秀な社員になるための生き方を子供に勧めます。他人から優秀だと思われるための生き方は自分を幸せにするための生き方ではありません。自分を幸せにするためには他人から褒められるのを待つのではなく、自分から楽しいことを探しに行く必要があります。なので大人になった私たちが幸せになるためには、子供の時学校で身につけた退屈に耐える能力を捨て去る必要があります。退屈がつらい、つまらないことに耐えられないとなることで、どんどん自分を幸せにするための行動を起こすことができるようになります。あなたは自分がやりたいと思ったことを自分にやらせてあげる体験を積み重ねることで、そんなことをしてくれる自分を好きになっていきます。毎日一生懸命頑張って偉いねと機嫌を取ってくれる自分のことを好きになっていきます。自分を評価するのは自分自身と決めることで、自分の評価を上げるために自分を幸せにするための行動を起こすようになります。ということで、子供の時に身につけた信念に今の自分が幸せになるのを邪魔されないように気をつけてほしいと思います。大人になったあなたが幸せに生きるために必要のない何々するべき、何々してはいけない、何々した方がいいという縛りをどんどん手放していきましょう。